勉強するならアイロンから。ハード。どうも、Cさんです。元気ですか？イケメンでしょ？と言っております。すごいっすね。今のところさ、かぶったの一個だけなんだよね。Cさんすごいですね。さあ、今日もね、変身メガネ48種類揃えるまでね、開けていく、続きでございます。一体いつになることやら。本当にいけるんですか？全部。さあ、すごいのが出てきた。何これ？何ですかこれ？そんなのいらねえと言ってます。でもみんな待ってますからお願いしますよ。じゃあみんな待っててくれって言っております、ちいさんが。それでは3、2、1、どうも、ちいさんです。すごいな、なんかずれてるし。なんか片目だけでかいし。お、かっこいいっすね。あ、それ、内藤哲也の真似ですか？誰も分かってくれないと思いますよ。ロスインゴですか？四角い頭を丸くする算数バトル編、購入価格110円ですね。ネット価格260円。今日はね、勉強ものですよ。説明書付きです。説明書がね、もう、丸くなってます。逆に丸くなってます。説明書を丸くする算数バトル編でございますね。いやー、四角い説明書を丸くする。算数バトル編。どうですか？結構難しいっすよ、これ。暇つぶしにいいかもしれない。鶴亀山なんかもね、あったりしてね、結構奥深いですよ。次です。四角い頭を丸くする。国語バトル編。購入価格110円、ネット価格260円ぐらいですね。こちらはね、比較的簡単。こちらもね、四角い説明書を丸くする感じがございます。どうですか？汚れてないですね。こういうものに限って、あまりやらないんですよね。さあ、今回はね、この二つでございます。ねえ。どうでしたか？ワイプでちょっとゲームを出してみましたが、皆さんもやってみてはいかがでしょうか？ねえ、パチンと。痛えと。ふざけんな、バイバイと言ってます。まあ、というわけでね。四角くしましょう。ね。今日もね、アイロンでございます。こういうのはね、アイロンが一番。アイロンはね、丸い頭を四角するんです。まずね、水です。水ぶっかけて、シュワーっとね、ちょっとカセットが当たってたところはね、どうしても跡が残っちゃいますけどね。さあ、暑いんでね、気をつけてくださいね、皆さんもやるときは。よし。でね、私のこだわりがね、あるんですよ。この真ん中。真ん中からね、アイロンかけたいんですよ。で、真ん中がちょっとこう、ぷくっとね、膨れてるのがね、なんか新品っぽく感じるんですよね、私の中で。これで完成ですね。まあ、実際どういう感じかっていうと、こういう感じ。この真ん中が浮いてる感じ。どうですか？やっぱり後ろほら、カセットが当たってたところはね、ちょっと変色しちゃってるけど。
この感じがね、いいかなと思ってます。じゃあ、とっととね、国語バトル編もね、四角くしていきましょう。ね。さあ、四角くしますよ。プシャッとかけてね。ほら、ここもカセットのところがさ、色合わせてるからさ。これも真ん中からアイロンかけてね。よし。どう？いいでしょ？すんごい熱いよ。皆さんもね、ぜひ気をつけてやってみてください。というわけで、今回はこの2本を取ったらアイロンかけますよ。ふざけんなと危ないだろうと言っております。というわけでね、今日も見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しく思います。ちょっとね、ホワイトノイズ対策をしてみたんですけど、皆さんどうですか？もしよろしければコメントで教えてください。